広島県選挙区 NHK から国民を守る党、加テルミ、69歳。リストラにもめげず、36年間のサラリーマン生活終了後、娘の加用輝乃の選挙に刺激を受け、出馬を決意。では、加テルミさんの政見放送です。 はい、えー、ただいま紹介に預かりました NHK をぶっ壊すでおなじみの NHK から国民を守ると公認候補のうてるみと申します NHK から国民を守る党は今年春の統一地方選挙で大躍進し三十数人の地方議員が誕生しこの度の参議院選挙では総勢43名も立候補者を立てました。 マスコミにはほとんど取り上げられてこなかったためテレビしか見ていない人にはなじ、えー、みがありませんが実は SNSYouTube 動画等では相当に有名な政治団体です。私の公約は様々な ということでございます。今の NHK にはたくさんの見過ごすことのできない問題があります。まず最初の大きな問題として、NHK の受信料制度があります。NHK の受信料は1ヶ月2280円、年間27,360円。受信料の支払い実態は地方では大体8割ぐらいの人が支払っているのですが、東京都では2分の1程度です。大変不公平な実態があります。 毎日5000人の集金人が年金だけで暮らしている高齢者や奨学金を借りて一人暮らしの学生さんからも容赦なく取り立てて社会問題化しています。現行の NHK 受信料制度では、えー、主張していないのに払わされている人がいる一方主張しているのに払わない人がいて不公平な状態です。NHK をを見ていないなのに受信料を支払 破されたりするような受信料制度はすごくおかしな制度です。我々 NHK から国民を守る党はこの問題を解決するため、NHK の放送を見るなら払う、払わないなら見られないスクランブル放送を導入すべきだと主張して活動しています。NHK から国民を守る党は NHK を見たくない人の権利を守るためにもスクランブル放送の導入を 実現するように放送法の改正を目指します NHK のスクランブル放送に関するある新聞社のアンケート調査では88%の人がスクランブル放送を導入すべきだと答えていますそのような多くの国民の民意に後押しされ NHK から国民を守る党には31名にも及ぶ地方議員が誕生し NHK 問題に取り組んでおります 私たち NHK から国民を守る党は NHK がかたくなに行わないスクランブル放送の導入を、えー、実現し平等な受信料制度に改めるとともに NHK 集金人の廃絶を目指します次にワンセグやインターネット配信への NHK 受信料の拡大に対して断固として反対し法令の変更に向けて、えー、注力し ていきます。2018年6月にはワンセグでの受信料の支払いを認める最高裁判決が出ました続いて2019年5月にはワンセグ機能付きカーナビでの受信料の支払いを認める地裁の判決が出ました明らかに国民の常識とはかけ離れていますねこんなむちゃくちゃな判決が出された背景は国会議員の無知、もしくは怠慢さらにはこれまでの国会にワンセグやインターネットに及ぶ 受信料の拡大に対して異議を唱える政党が存在していないからに他なりません、今こそ公共放送である NHK の問題に対して、一本気に取り組み続けてきた党代表の元 NHK 職員、立花を筆頭に、NHK から国民を守る党から、1人でも多くの国会議員を国政に送り出してください。NHK から国民を… 守る党は NHK の諸問題を解決しスクランブル放送を実現した折には党を回答することを公言しております NHK 問題に特化したワンイッシュ政党として誠実にその使命を果たすことをお約束しますそれでは参議院選挙に勝利して NHK をぶっ壊す、えー、スクランブル放送を実現して NHK をぶっ壊す最後にスタジオの皆さんテレビの前の皆さんもご一緒に NHK を ぶっ壊すありがとうございました NHK から国民を守ると公認候補香葉照美でした広島県選挙区 NHK から国民を守ると党香葉照美さんの放送でした